カマ太郎がバトルで戦えるようになった。ってことは、装備整えれるってこと？マジか。参加するんや、一般人なのに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。まだおるやん。なんでうんこになった？どういうこと、どういうこと？お前たちの運もこれまでだ。え？メデューサは？メデューサの正体？うんこ？え？そういうこと？トグロス。確かになんか蛇みたいなの出とるよね。メデューサなの？どうして、どういう展開？ついていけない。どうだこの圧倒的な姿。恐怖で声も出まい。恐怖とかではなく、これでもまだ私に戦いを挑むというのか。まあ、挑戦しましょう。汗と涙のバレーボールやって、ゲットしたい。愚かな。では地獄を見せてやるとしよう。よし、やっつけますか。どういう展開なんか全くついていけてないけど大丈夫？あの形、どう見てもあれだな。お風呂を巻いたうんこということですよね。おぞましい姿だ。やだ、どこからどう見ても。何やれ、うんこにチューされたくないんですけど。そう言ったら負けだ。いや、ちょっと待って、怖い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 。ちょっと待って、青かったはいいけど。あー、ちょっと待って、ここに落ち、いや変身が死んだうんこに邪魔される。はい、来た健康ベニマル。ちょっと待って、めっちゃ突進してくるこいつ、超怖いんやけど。やめてよ、恐ろしいよ。怖い怖い、バキエラチューされたよ。いけー、見たかギリギリ。なんか避けるので超必死じゃないこれ。赤き一戦。確実にこれはさ、こっちだけを集中的に狙いよりよね、他の味方よりも。まだ溜まってない。はい、赤き一戦。一応これはあれなんかな、巨大な蛇がトグロを巻いとるっていうことなんかな。一応ね、その見た目はともかく怖いって。ちょっとされる。うん、今のは微妙に遊んだのか。ちょまだ溜まってない。いやー、潰されないよ。待って、マジでめっちゃ怖いんですけど。まだ溜まっていないっすね。はい、来た、赤き一戦。お、いい感じ、今。なんかバタバタしてるけど。こっちじゃないよ、方向。変身が解けてしまった。お、テニス部員さん。いっぱいいっぱい弾打って。お前の時間だ！怖いよ。あー、待って、なんかうんこ踏んだ。なんか、しょんぼりになった。何それ。すげえしょんぼりするよ、うんこ踏んだら。助けてください、変身 OK。 ちょっと待って、イエーイ。先にイエーイ変身。ミラーボールって、はい、ベニバルーン。よっしゃ、イエーイ。あ、別の方向を見てやってしまった。動き見切った。怖い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 。して当たってる、これちゃんと当たってる。これあのうんこが飛んでくる方向わからんくなる。やめて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 、怖いです。だいぶ体力多いよねこいつ。ちょ、怖い。ふざけた、ふざけたやつめ。テニス部支援発動、渾身スマッシュ。よっしゃ、頑張ってくれ渾身スマッシュ。
赤き一戦。今のは当たったのかい。いけいけいけ、あとちょっとあとちょっとあとちょっと。まだだった。キャー嘘を繰り出した技だ。あー赤き赤き怖いって超怖いって。私一体どこに。サンポーズが取りたかった。こんな格好に。エンナ先生の平和を乱す奴はこの俺が許さない。何、エンナ先生にメデューサが取り付いとって、メデューサの正体があのうんこってこと。うんこってこと。ちょっとなんか名前が出てこんかった。何やった、トグロスやった。ふぅ、おお、またメデューサに戻ったよ。なになに、誰からの連絡。あ、 Y チャンネルによるとヘビ魔獣になった女子たちが元に戻ったみたい。うん、よかった、そんなお知らせが届いたのね。やった、じゃあエマさんもきっと。うんうん、てかあれ一体どこに行ったんやろね。おのれ、こうなったらとっておきの。何、まだあるの。ファイナルウェポン。なんか召喚される。使うしかないね。巨大化とかじゃない、ついに違う。え、なに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 、なんか降ってきたんやけど、隕石やない？あの、バカな！戦隊もの的な展開で言うと巨大化じゃないですか。隕石を呼び寄せるなんて不可能だ。で、こっちがロボットで戦うっていうあのパターン。私は契約したのだ。契約？私に力を与えてくれた者たち。悪の組織みたいなのがあるってことよね。何？どういうことだよ。ね、ふぶきちゃんどこ行ったん。滅びの瞬間を待つがいい。こいつは死ぬんや。え、巨大化とかじゃないの。あ、エンナ先生、なんかと思った一瞬。エンナ先生、よかった、無事みたいだな。ねえ、近づいてきよる隕石はどうするんすか。このままじゃ学園が。これって、え、もう早くない。あの美女が現実に。あの展開もくろん。物語のなんか最終局面とかに来るんかと思った。違う。結構な速さで喋ってますけど、次から次から来すぎじゃない。え、てかやっぱりでかい。え、やっぱでかいよね。ロボット？ロボットの出番ですか？ついに、この時が来たか。そういうことやない。あれやね、校舎がウィーンって割れて、なんか地下からウィーンってロボットが出てくるパターンやね。愛する学園が、そういうことじゃないの。予期せぬ自然災害、はたまた大量破壊兵器などの脅威にさらされた時、生徒たちを守るために作られた学園の隠し機能、秘密兵器、奥の手。ロボットを操作するんすか？今こそ。そう、今こそいいよ、そういう独り言を。ねえねえ、一人で話しようやろ、これ。超高合体、学校が淡い、ビルドオン。え、校舎が変身するん。今、校舎内にいる生徒は。来たよ、来たよ。え、飛び立つ。おお、かっこよくない。頭長くない。いやー、でもすごい、なんか超高合体ね、なんか効果みたいな流れもやけど。なんか曲調みたいな、めっちゃ効果じゃない。学校が淡い、行くぜ。おー、すごい戦隊や。ね、キュービーはどこ行った。ふぶきちゃん出てきたけどキュービーおらんくなった。すごーい、かっこいい。いいね、いいね。学校が淡い、プリンスメテオゴーン。何そのポーズ。バトル。
ラウンド1。ファイト。なんこの急に超高合体学校側 Y を操縦だ。学校側 Y をうまく操縦して超巨大な敵をやっつけましょう。 Y がパンチ攻撃、学校拳、 X がキック攻撃、フライング G キック。ガードをうまく使うことが勝利の秘訣です。危険を感じたらガードして防ぎましょう。 ZL または ZR がガード。必殺技で敵に大ダメージを与えられます。敵を2回 KO すれば大勝利です。R を押しながら A、B、X、Y のいずれかで必殺技。どれでもいいよね。2回 KO か。僕らが乗るの？パーフェクトに上がるって言った。何？はい。メカこそ私の本領発揮。遅くない？操縦サポートを任せて。超遅くない？よし、やってやるぜ。ゆい。おお、耐えた耐えた、すごい。あ、ライブ配信されるんやね、これ。えい。なんかさ、めっちゃあれじゃない？急激にストリートファイターみたいなそういう感覚、ね、ガード出るのめっちゃ遅くない？超遅くないっすか？やっちゃえー、次のコースラッシュ。なんかいろんな技があるんよね。ガードできてんのか。できてんならいいんだけど。わいかった。何それ何それ超楽しいんやけど。はい、一回 KO ね。もう一回いいよね。なんだそのグリコみたいなポーズ。ワン、ツー、そこだー。ガード、いっしょ。いや、怖い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 。何あれ。消火ウォーター放水。ガード、はい。なんか結構今回押されてる。そうでもないね。ワイカッター、ワイカッターいいな。なんかはい、ガード、ガードのタイミング言ってくれるのいいですね。これジャンプとかで禁止。あ、今のめっちゃいいね、ついてやった。はい、ガード。わーい、フラッシュ。何それ何それ。フィニッシュ。そんな近くから腕打つ？もっと離れたところから打とうよ。僕たちの大勝利だ。イエーイ、大勝利。よくやったぞ、ジバ君。みんなこれは何、通信で繋がってるの？俺たちの学校から割って入らないで。今喋ってたよ。逃げてた連中も大した怪我はねえみてえだな。めっちゃ楽しかった。学校が最高だったないいね、巨大ロボット。巨大ロボットってある、うんうん、確かに。あれ、その肝心の学校側はどこ行ったの？もう学校に戻ったんじゃないの？てかあれや、学校側 Y はマタロウくんが動かすんやね。学校側は校舎の姿に戻ったのだ。そうか、学校側は校舎が合体してできてたんだったな。すごいな。でもこれで恋愛禁止の呪いも解決ね。あ、じゃあエマちゃん戻ってきたかな。あれ、エンラ先生は？なになになに。お、ウォッチから Y メダルが出てきたぞ。解決の証ってことなのかな。ウォッチから出てきた。おお、きっとそうだな。大事に取っておくとするか。 Y メダル、恋愛禁止の呪いを手に入れた。なんだそれ。終わりよければスパゲッティだ。メディアさんの姿が書かれとったメダルに。それを言うなら終わりよければ全てよしでしょ。どこがどうスパゲッティになるんだ。ジンベイさん。あ、来た来た。エマ、どこ行っとったんやろ。お、エマだ。やっぱり元に戻ってたんだね。よかったよかった。何誰、怨霊の卵。まだ終わりじゃないよ。戦闘多すぎない？これも戦うの？また誰だよ、怨霊の卵。なんだあれは。
あの容器はメデューサ、完全にやられてはいなかったんだ。メデューサのかけらみたいな感じに暗いな。おお、マタロウくんだけ何もされてないなぜ、なんだこれは。体が、こいつは戦えんけん大丈夫って判断したってこと。動かない。あれ、平気だ。そんなことあります。たまたま当たらなかったの運がいいのね。どうやら私の勝ちのようだね。マタロウくん、なんか頑張って。なんかジンベエさん、あら、こっちにもいたのか。気づいてなかったの。なら撃ってやるか。ウマさん、何戦う。ジンベエ君たちは戦えない。頭で勝てるかな。今背中から蹴りを入れたらきっと勝てるんでは。でも僕がエマさんを守らなきゃ。ねえ、キュービーどこ行ったの。今あいつを倒せるのは僕だけなんだ。ねえ、ストーリー上にもおらんねえけど、どういうこと。誰が誰を倒すって。おお、マタロウ、男を見せろ。行ってみな。男を見せろ。頑張るんだ。怖い、足が震えて。エマちゃんのためだよ。お前に進めない。ダメだ、やっぱり僕じゃ。頑張れよ。ほら、食べられるよ。いや、来ないで。エマさん、ごめん。何、力が湧いてきたりとかする。どうすることも。もう無理だ。何、回想シーンに入ったんやけど本当に無理なのか。投げ出す前に作り上げられると信じてみなさい。じいちゃん若いやん、お父さんかと思った。え、おー、できたよ、じいちゃん、できた。何、じいちゃん死ぬな。フィギュアか何か。じいちゃんだけが友達なのに。友達がいないなら作ればいい。お前ならきっとできるさ。なんかお父さんらしき人の髪の毛は普通やけど、おじいちゃん譲りなん、その玉ねぎ頭。最後まで諦めるな努力して工夫して向かい合う。どういう髪型なんやろ、あの白い部分は白髪なんかな。そうすればきっとうまくいく。でも今までじいちゃんの言うことが間違っていたことがあるか。これ死ぬ間際とかじゃない、めっちゃ喋るやん。マタロウ、なんか親戚中集まっとるような感じやけど。お前ならきっとなれる、宇宙一のヒーローにな。じいちゃんなんか力が目覚めそうな予感。しっかりしろ、戦うんだマタロウ。ジンペイ君、多分今ここででもなんか変身できたりとか。僕だって戦いたいけど、たまたまで勝てる相手じゃない。これまでたまたまに助けられて生きてきた僕に勝てるはずがないよ。大丈夫よ、ほらたまたま攻撃が当たらんかったとかいう奇跡まであるんやけど。分かんないのか、マタロウ。この世にたまたまなんてない。あるとすればお前の股間にぶら下がっているものくらいだ今このタイミングでジンペイ君、そういう発言。そのくだりいらない、うん、この学校に入れたのだってたまたまじゃない。お前は自分でベストな塾を選び、友達に勉強を教えてもらい、そこはたまたまではないんじゃないかなとは思った。過去の出題を分析して見事的中させた。なんちゃらかんちゃら。お前は自分の力で勝ち取ったんだ。運も実力のうち、俺にはわかる、お前は必ずあいつに勝てる、ヒーローになれる。頑張れ、マタロウくん。大好きだったじいちゃんの言葉。そうだ、努力して工夫して向かい合う。エマちゃんのために。じいちゃんに教わったじゃないか、うん、僕は諦めない。みんな動けんし。絶対に乗り越えてみせる。やれ、マタロウ。僕は宇宙一のヒーローに。戦闘に突入。マジで私が動かす感じっすか。ストーリー上でやっつけてくれるんかと思ったよ
ええー、当たろう男を見せてやれ。マジかよ、てかみんなどこ行ってよ。負けねえ、きっとできるよ。弱っ、うん、たまはぐ、キャー、なになになに、吹っ飛ばされたんすけど。ただの人間に、おはよう、すべしかないし。できるか、キャー、ヒーローは逆境の武器ほど恐ろしい。強くになるんだ。何の技もない。それは、弱くね、たまご。本領の卵弱くね、ちょっとびっくりなんやけど、きたー。やっつけちゃったよ。いいファイトだったぞ、ありがとう。イェーイ。だったのに。消える。あれか、やっぱり、あの、メデューサのかけらみたいなもんやったけん、めっちゃくちゃ弱かったってことかな。まだシャシャリ出てくんだよな。やったよ。ちいちゃん。イェーイ、やったよ。ラメ入りリップクリーム、かわいいもんゲットした。やった。うんうん、僕がやったの。マタロウくんがやったよ。うん、ちょっとなんかね、防具とか武器とか欲しかったけど。マタロウ、やったね、マタロウくん。お、やるじゃねえか。みんなのも解けた。見直したぜ。かっこよかったです、マタロウさん。そうか、僕はもうたまたまの男じゃないってことだね。うんうんうん、思いっきりたまたまで勝ったように見えたけどね。まあたまたま相手がめちゃくちゃ弱かったっていうのはあるけど。ヤマキさん、せっかく気分が盛り上がってるのに。元々のメデューサやったら絶対やっつけれてないもんね。ごめんごめん。そういえばジンペイくん、なんでマタロウくんのこと知ってたの？どういうこと？いやー、やる気を起こそうと言ってみたらたまたま当たってたみたいだな。マタロウ君のことを知ってたってどういうこと？すごい。さっきの発言。たまたまやったんかい。お、玉田マタロウがバトルで戦えるようになった。ってことは、装備整えれるってこと？マジか。参加するんや、一般人なのに。こうして事件は解決しました。だけど、なんだ？あ、先生。先生も絶対何かあると思うんやけどな。人っぽくないし。今回は運が良かったようですね。まあ、でも学校の職員っていう時点であれか、YSP のことは知っとるわけやもんね。でも、ここからが本番ですよ。敵側じゃないよね、まさか。だけどそれは、この学園で起こる壮大な物語の、ね、エンダ先生始まりに過ぎなかったのです。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかすごい戦闘続きあったけど、ロボットでの戦闘はめちゃくちゃ楽しかったね。あれはなんかいいな。うん。